こんにちは。こんにちは。美咲です。渡辺です。はい、始まりました。美咲の部屋です、はい。はい、よろしくお願いします。はい、今日はなんと美咲さん魔女になってみました。すいません、皆さん。はい、今日は魔法のアレンジになってます。お、魔法ですよ、はい、本当に一瞬です。はい、はい、ボリュームアップもボリュームダウンも、あ、ボリュームアップもボリュームダウンも両方できちゃいます。はい、はい、髪の毛の多い方も猫毛の方も楽しめるアレンジになってますので、ぜひやってみてください。はい、では魔法で VTR いきます。はい、お願いします。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。手のひら全体に伸ばして、毛先から順に表面まで伸ばしていきます。半分に分けます。分けた髪の毛を外回りに2回ねじっていきます。ねじった髪の毛を合わせて真ん中で2回ねじります。ヘアアクセのゴムを使います。ヘアゴムで結んでいきます。ゴム付近から3箇所出していきます。トップも掴みながらボリュームを出します。引き出してバランスが整ったら完成です。はい、こんな感じでやってみました。ポイントは、ねじる回数がポイントなんですけど、髪の毛の多い方は少なめに、髪の毛のボリュームが欲しい方は少し多めにねじってあげると、ボリュームダウン、ボリュームアップが両方とも叶えられるアレンジになってます。すごく簡単にできますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。バイバイ。